同票は、宮本由里子の小説である。雑誌、展望に1947年10月号から1950年12月号まで、連載された。単行本は、筑く書房から1948年9月、1949年6月、1951年2月と、全3巻で刊行された。著者は1951年1月に休成したので、第三部は、 没後の観光となった。作者は、かつて自分の最初の結婚と離婚とを題材とした、紳士を1920年代に上司していたが、その続編を書こうという意欲を持っていた。それは、離婚後、湯浅シ子との共同生活と、ソ連訪問、帰国後のプロレタリア文学運動への参加と運動の解体、夫となる宮本賢治との出会いと二人での生活、賢治が、 獄中にあった時の後半闘争と戦争に傾斜していく社会の動向を含めた大河小説になる予定であった。ゆり子は1947年から作品に取り掛かり、湯浅義子との生活と放送までを描いた2つの庭を書き上げた後、同票に取り掛かった。作品は作者を彷彿とさせる、笹信子と湯浅義子を連想させる。 ヨシミモトコトが1927年、モスクワに到着したところから始まり、二人のソ連での生活、サザイ一家が法をするというので、マルセイユに迎えに行き、そこからしばらくの西欧での家族とのあれこれ、再びモスクワに戻っての祖師との生活が描かれ、1930年、新種が日本に帰国を決めるところで、作品は完結する。ユリコは、新潮文庫。 二つの庭の後書きで、紳士から、同票までの道行きを、ただ一本の線の上にそせられていたアリアのような、紳士の物語は、こうして、二つの庭においては、小さいクアルテットとなり、やがて、同票ではコンチェルトに変わってゆくと、自ら説明している。同票完結の後、その続編として、春のある冬、十二年という題名も決めて構想が、練られていたが、 1951年1月の作者の旧姓によって、そこから先の展開は見られなかった。作中の重要人物のモデルだとされている、湯浅義子は、粉飾もあり、事実と違うところもたくさんあるけれど、ただの旅人としての二人の日本女が、あの時代のソベトのあの雰囲気の中で生活し、自分たちの故国の国ぶり生活ぶりとは全く違う。 人間の生活の実態を日々その目で見てゆくうち、いつとなく地球上のその新しい国の建前や、人間の営みが腹から納得されてくる、そして生きることに誠実で貪欲で諸突的な、主人公は、もはや自分にとっては変え難く決まってしまった一つの、道をまっしぐらにたどろうとすると書いている。宮本百合子前週大発刊に伏せられた月報の、山形秋子の文章からの孫引き、前景、 全集月報における山形文、思い出、浮かぶまま、ありがとうございます。